こんにちは、はじめしゃちょーです。今ですね、私徹夜をしておりまして、昨日のお昼前に起きてから今ちょうど24時間を過ぎて、今ちょうど夕方の4時ぐらいになろうとしております。あのすごい気だるいです。なんか最近徹夜することが多くてさ、だるくて眠くてうーっていう時があるんですけども、僕はちょっと天才的なことを考えまして、まあこのテンションで多分ね YouTube の動画を撮っても面白くないので、そんな徹夜明けの YouTuber におすすめの面白い動画を撮る方法があります。なんと YouTube の中ではある BGM をつけると必ずその動画が面白くなるという禁断の BGM があります。こちらです。はい、皆さん聞いたことがあるのではないでしょうか。僕も昔は乱用してたんですけど、結構もうね、いろんな YouTuber が使ってますよ。面白い大爆笑をするべき場所でこれを流しておけば、なんかみんな大爆笑するだろうみたいな雰囲気だけど、実際 BGM がなかったらそうでもないみたいな、まあとても乱用される BGM でございます。でもね、やっぱりこの BGM を使うと大抵のことは何でも面白く見えるんですよ。これは僕の経験からも言えることなんで。なので今日の動画はもう面白くないです。こんな状況でも多分その BGM を使えばいろんなことがとても面白く見えるんじゃねえかと思ったので、全ての動画面白くなるという噂を検証していきたいと思います。先に言うけど、本当に何ともないことしかしないから。では行こう。誰だ？